こんにちは、マーチーゲーミングです。本日もご視聴ありがとうございます。最近さ、こういう 3D の服ってすんごい出てるよね。セーターとかズボンとかもうすごい数でさ、マーチーの服装は伸びた方式だからさ、あんまり服普段買えないんだよね。だからね、あんまり知らなかったんだけど、こういうのって結局海外勢の人たちはちゃんと取り入れてるのかっていうことをね、調べていきたいなと思って、なので今回はミンプシティの海外サーバーにいろいろ飛んで、実際にみんながどうやって取り入れているのか、あるいはあんまり浸透してないのかどうかを見ていきたいと思います。というわけでミープでファッションチェック、レッツゴー。はい、というわけで今ミープにね、ちょっとやってきましたけれども、まずどんな服があるのかマーチに着せながらちょっと見ていきたいと思います。ミープだとさ、本当に無料でいろんな服に着替えられるからいいよね。こんなシャツとかでもすごいよね。服とかさ、これこんな感じみたいよ。フリースみたい、なんか。あ、かわいいかもこれ。これは？かわいい。これかわいいね。服の上にジャケットが羽織れるからさ、おしゃれが無限大って感じだよね。なんかなんだろう、太って見えるこの服は。これは良くない太って見えるのは良くない例えばさ、これ羽織るだけでもかわいいよね。肩が出てて、首がね、首がなくなってくスタイル、親指マーチになってるこっちにするとさ、もうクラシックだからさ、そうそう、こんな感じなんだよね、昔のやつは。ズボンとかはどうなの？短パンがあるけど、なんだろう、これなんでマーチーが着るとおかしいんだろう。これ腰、上と下の長さが合ってないから、上の長さをちょっと長いなんでしてみようか。あ、これで合いますね。だけどなんだろう、太って見える太って見える、痩せ見えがいい。ちょっと今長ズボン着てみますね。こちらなんていうの、こういう現象をさ、雑誌で見てたんと違うってやつですねこれあの雑誌で見てた感じと自分が履いてみた感じは違うっていうか、これニーハイじゃないのこれ。ニーハイが長靴になってるあ、これは懐かしい。これちょっと待って、本当さ、こんだけ長くして履くものがマーチーが履くと足が短いからこんな段々になってる平成の女子高校生になってる。じゃあまあ動画の最後で私のお気に入りファッション3選を紹介するとして、海外勢のファッションチェックやっていきましょう。私は今アメリカに住んでるので、サーバー自体はアメリカから飛んでくるサーバーになります。なので海外勢の皆様が今いっぱいいらっしゃるんですけれども、じゃあ実際にね、皆様来てらっしゃるのか見ていきたいと思います。この子なんかさ、クマだよね。これさっき見たやつだ、クマのやつ着てる。この子も 3D 着てる。ズボンがいい感じ、すげえじゃん頭でも全体的に見て多分腕だけ着てるとかが多いかもね。腕のなんかこれつけてる人多いね。この腕のさ、アームウォーマーみたいなやつ。ちょっと違うサーバー飛んでみましょうか。飛べるようになったんだよね、ミープって。あ、ちょっと下の方行ってみよう。ここどうでしょう。おー、あ、意外とみんな着てるわ。よく見たら着てない人もいるけど、着てる人もいる。おしゃれなこの子、ピンクで。意外とみんな着てんだな。着てる人は3分の1っていう感じかな。この子もよく見たら足につけてるもんね。この子も腕につけてる。ちょっと待って、アームウォーマーが流行ってる。あたいもつけなきゃ、アームウォーマー。あたいももう一個行ってみる。ここでかいですよ、サーバー73人。さあどうでしょうかね。この人もズボン履いてるし、やっぱり腕つけてる。足つけてるわ。足と腕、みんな足と腕が流行ってるらしい。足と腕が。あ、やべえ、なんかハッキングされてる。ちょっとハッキングされてる。ちょっと、え、待って、みんな全然さ、はいって言ってるだけだ。待って
ちょっと、あー待って、面白いことになってるね、誰、ありがとうえ、すごいすごいすごい、ハッキングされてる、ほらチューバーズ193にハッキングすな。じゃあちょっと危険なんで、こっから退避しますね。ちょっとなんかテレポートされまくってるんで、じゃあちょっと移動します。ハッキングをされて元の趣旨がよくわからなくなっておりますが、マーチお気に入りの3つのファッションを紹介していきたいと思います。レッグウォーマーを履いてみました、いかがでしょうか。とりあえず回っております、とりあえず踊っております。水色のズボンとレッグウォーマーが同化してよくわかりませんでした。次のファッションはこちら、紫色のジャケットを羽織っております。リアルではこんな格好絶対にしないファッションです。決め手はこちら黄色いズボンですね。またちょっとうざめな感じで動いております。今回 3D の靴両足に履かせてみました、いい感じです。そして最後のファッションはこちら、おっとおっと、これは受け狙いなのか、なかなかどぎついですよどぎついファッション、題して食べて運動してこファッションでございます。手にはピザ持ってますね。この動き英語でジャンピングジャックというそうです。なぜかは分かりません。早々に退場してきましたね。あ、ちょっと待った、こっち見ましたよ。でも去っていきましたねはい、というわけでミープシティを市場調査してみました、いかがだったでしょうか。ちょっと途中ハッキングされたりもしましたが、意外と皆さんちゃんと新しいファッションとしてね 3D の服取り入れてるんだなと思いました。それでね、あのレッグウォーマーとねアームウォーマーが人気ということで、ミープシティだと無料でファッションが楽しめるのでいいなと思います。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またねー。